滋賀青年主犯学校は1944年に設立された青年主犯学校である。男子部は滋賀主犯学校男子部に、女子部は滋賀主犯学校女子部に併設されていた。滋賀主犯学校高地の編遷と継承を参照。AB 資料により滋賀県立農業教員養成所の設立年が異なる。1913年設立とする資料。 滋賀大学史5ページからの教育学部全史、滋賀県史、昭和編、第6巻教育文化編207ページから210ページ。滋賀大学教育学部120年五59ページ160ページ。1915年設立とする資料。滋賀大学百672ページ。滋賀大学教育学部遠隔。滋賀大学遠隔図。AB 資料により、 滋賀県立青年学校教員養成所の設立年が異なる。1935年設立とする資料、滋賀大学誌5ページからの教育学部前誌。滋賀県史昭和編、第6巻教育文化編207ページから210ページ。滋賀大学教育学部120年誌161ページ。1933年設立とする資料、 滋賀大学誌672ページ。滋賀大学教育学部遠隔。滋賀大学遠隔図。漢方第5664号。昭和20年11月28日。ありがとうございます。